アントニオ・ハミル・ヒメネスは、プエルトリコのサンフアン出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち、弟のジョー・ヒメネスもメジャーリーガーである。2008年の MLB ドラフト9巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。同年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズでプレーした。19試合に出場して打率。191、5打点、9アンダーを記録した。 2009年4月8日に A 級ランシングラグナッツに昇格した。80試合に出場して率3 3打率2633本塁打31打点73安打を記録した。2010年4月2日に故障者リスト入りした後19日に復帰した。その後6月27日にも故障者リスト入りし7月8日に復帰した。 9月1日に A 級ダニーデンブルージェイズへ昇格した。2011年も A 級ダニーデンでプレーした。5月23日に故障者リスト入りした。最終的に102試合に出場して打率。33位を本塁打、52打点、115アンダーを記録した。2012年3月31日に A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格した。 5月15日に故障者リスト入りした。最終的に27試合に出場して打率257日本塁が10打点27安打を記録した。オフの11月20日にメジャー契約を結び40人枠に登録された。2013年3月11日に A 級ニューハンプシャーへ移動となった。5月2日に A 級ラニーデンへ降格した。 6月11日に A 級ニューハンプシャーへ昇格した。8月17日にトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ昇格した。最終的に3球団合計で67試合に出場して打率。287、4本塁打、38打点、75安打を記録した。2014年3月9日に A 級ニューハンプシャーへ移動となった。 4月7日に故障者リスト入りした後、21日に復帰した。5月26日にトリプル A 級バッファローへ昇格した。8月5日に再び故障者リスト入りした。8月27日に復帰した。最終的に AA 級ニューハンプシャーでは25試合に出場して打率。223、1本塁打、13打点、21安打を記録した。 トリプル A 級バッファローでは58試合に出場して打率262本類が24打点57アンダーを記録した2015年3月18日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ配属された4月6日に故障者リスト入りした4月16日に A 級ニューハンプシャーへ降格した4月23日に トリプル A 級バッファローへ昇格した。6月4日に再び故障者リスト入りした。2016年3月28日にヘッスモンテロの加入に伴ってディエフェとなり、4月7日に40人枠を外れる形でトリプル A 級バッファローへ配属された。オフの11月7日にメジャー契約を結んだが、2017年2月9日に JP ハウエルとジョー・スミスの獲得のため、 DF となり、13日に自由契約となった。2017年2月17日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕から8月末まで参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスでプレー9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、6日のアトランタブレイブスとのダブルヘッダー第1試合でメジャーデビューを果たした。 この年メジャーでは7試合に出場して打率083だった。オフの11月6日に40人枠を外れる形でトリプル a 級ラウンドロックへ配属された後 FA となった。2018年4月13日に独立リーグであるアトランティックリーグのロードウォーリアーズと契約した。12試合に出場して打率204、20 1本塁打、6打点を記録した。 5月24日に引退を表明した。ありがとうございます。